皆さん、こんばんは。今日は2022年8月12日金曜日です。今日のテーマは、習近平とバイデンの電話ありました。習近平は言いました。台湾海峡は問題ないですよと言っていました。これについて話をしたいと思います。まずですね、習近平は来週サウジアラビアへの訪問するという報道はあります。 これはイギリスでの報道ですが、先週の動画で私は話をしましたが、現在、北大河の会議開催中の中で、中国の偉い人はみんな出てこないんですよ。そして、会議の結果ですねあの、外国のメディアに発信されて、例えば、中国の要人はのこれからの外交活動とか報道されます。 もしイギリスの報道は真実ですと、習近平は2020年の1月から初めて本当の外国への訪問となります。報道では今年3月、サウジアラビアは習近平の訪問を要請しました。サウジアラビアは習近平のことを大変尊重、歓迎、期待しています。そして派手なイベントを 用意してありますが2017年、トランプ大統領は就任されて、初めての訪問と同じ待遇ではあります。つまり、習近平はイコールトランプ大統領です。とても派手に歓迎されます。この十数年間ですが、中国とサウジアラビアの関係はとてもいいんですよ。貿易の金額は年々増加されていて、そしてサウジアラビアにとって、 中国は最大な貿易相手ですね。たくさんの石油を買ってもらっていますので、アメリカと対抗で、中国は中東での影響力を強化したいですね。習近平最後の訪問ですが、ミャンマーでした。2020年の1月17日から18日でした。止まりました。しかし、約1週間後ですね。えー、5日間後ですが、 武漢は閉鎖となりましたが、先月、香港返還25周年のイベントに参加されて、習近平は出国とは言えますけれども、香港に行きました。ただ、香港では泊まりませんでした。新鮮で泊まりました。もし習近平は来週、サウジに行くと、北大河の会議は終わったとっいう意味ですね。そうすると、改革開放して、 初めての短い北大河の会議となってしまいます。そうすると、習近平はかなり批判されて、もう続投は厳しいっていう意味ではありますので、まあ、逃げるように終わらせたっていうイメージですので、そこでサウジに行く、訪問に行くっていう余裕はあるのかなというふうに私は思ってしまいますね。イギリスの報道ですが、信用性は高いんですよ。でも、 中国の今の事情を考えて、習近平は多分行かないでしょうと思います。第二次会人民代表大会が終わって、自分の続投ですね、落ち着いてから、あの、訪問はないでしょうと私も思います。そして、今日の動画と関係ありませんが、あの、コメントを書いていただくと本当に嬉しいんですよ。心から感謝いたします。 何でも書いていただくと私は嬉しいんですよ。特に中国あるいは台湾に香港とかいらっしゃる日本の方ですね、本当に嬉しいんですよ。現地の情報を書いていただいて、そして社会の事情も書いていただいて、みんなで共有したいんですね。そして感想も書いて私は嬉しいんですよ。でも複雑なコメントを書いてくるとですね、 読めないんですね私の能力がダメなので、やはり私の責任ですけれども、読んでも私のレベルでは読めないので、そうすると中国の護網とか、中国の自称愛国者とか、あるいは中国側の人間とか出会ったりするのではないかと私は思ってしまうんですね。そして私から作地をすることはまずはしないんですよ。 いろんなコメントはあってですね、そしてネットの事情でなかなか難しいんですね。なので、捜索、操作するのはなかなか厳しいんですよ。なので、私から削除することはまずはないんですね。ただし、システム事情ではあの削除されます。例えば、アドレスとか書いていたりとか、そして、あの、すごいそういう激しいとか、 あまり良くない失礼なコメントを書くとですね、削除されてしまうんですよ。それが a i が判断して削除するものであって、私ではないんですね。そしてあのマナーを守っていただいて、まあ、変えてほしいと私は思います。まあ、私からそういう何かをするとかはしないんですよ。そしてニュースがあります。ニュースが終わってから、そしてバイデンと習近平の電話話をしたいと思います。 ニュースがあります。一つ、8月11日、韓国政府は発表しました。サード防空システムですね、今月中に再稼働しますと。まあ、韓国の元モン大統領ですね、中国との関係を重視して、サードシステムですね、米軍にあの触らせないとか、韓国は自分でやると言いましたけれども、実にサードを、まあ、稼働ですね、させなかったんですよ。 しかし、四大統領となって、サードシステムというのは、我々国家の安全のためにあるものであって、これから再稼働しますよと。なぜなら、北朝鮮から脅迫もありますし、そうすると我々は稼働して、怖くはありません。自分で防衛する一つの手段ですよと。そして、国家の安全と国家の主権に関わりますので、脱却はしませんと。 韓国の外務長官はこの間、中国の訪問が終わって、韓国に帰りました。まあ、韓国で記者会見があったんですよ。そして、3つの脳について、中国に説明をしましたと。2017年、文大統領と中国の約束がありました。一つ、サード防衛システム、これ以上に設置しませんと。 2. 米軍から独立して自分らは操作する。そして稼働させないと。3. 韓国、日本、米国、3カ国の軍事同盟となってはいけませんと。そういうことを条件として出しました。以上の内容ですが、元大統領、文大統領と中国の会談との結果であって、まあ、しかしですね、協議とか条約、処理的なものはないんですよ。以上の内容は、 元韓国の大統領、文大統領と中国の会談の結果であって、しかし条約、協約、まあ、協議とか、そういう処理的なものは残っていません。大統領はもう変わりました。前の大統領の政策を守る必要はもうないんです。サード防衛システムは韓国の国家安全に関わりますので、そして中国に対してそういう邪魔とかはしません。そういうふうに言っていました。 これでわかるのは、中国側は条件を出しました。今のヨン大統領政権は拒否しました。システムを稼働します。でも事前に中国に対して声をかけています。ある意味、あの、気を使ってはいます。ただし、中国の条件を飲まないです。次です。二、ロイター社の報道ですが、台湾海峡での中国のことについて遺憾ですと、バイデンは言っていました。 中国に対して中国からの商品を輸入する関税の取り消しについて諦めると考えています。中国は米国に商品を輸出したいんです。完成を引き下げてもらったり、あるいは取り消しを期待しています。しかし、米中、台湾海峡においてそういう競争、対抗の状態,状態ですので、まあ、中国に対して 弱い姿勢を出すとやはり懸命ではないという私は思いますがバイデン大統領はやはりあの関税をそのまま維持した方がいいというふうに思いますが次です3米国側はクリミア地域にあるロシア軍の軍事基地ですね爆発後の写真を公開しました衛星での写真を見ると綺麗に穴がコツコツコツと開いてあります周り 11機の戦闘機が破壊されました。SU245 機、SU30 戦闘機は3機です。完全に破壊されました。残りは SU20 は2機と SU30 は2機です。損傷です。米国の報道ですが、2回は,は、まあ、爆発ありました。攻撃を受けてロシアは主張している弾薬の倉庫が爆発したではないんです。 現在、多くの市民は怖いと思って、クリミア地域から離れようとしています。そして、大変渋滞が起きていますので、ウクラナ側はこれからクリミア大橋を狙うのではないかと言われています。また、ベラルーシにあるロシア軍の空港も、ウクラナ側の攻撃を受けました。多くの戦車、装甲車は破壊されました。周りの住民情報ですが、10分間の間、 4回以上の光はありました。この空港はウクライナの国境線まで約40キロほどです。ロシアはベラルーシにあるこの空港を一つの基地として使用していました。これでわかるのはウクライナはですね、初めてベラルーシを狙いました。そしてウクライナは本当に強くなってきました。そして自信もついてきました。強い武器、兵士は 操縦ですね。とい武器の仕方、使い方も慣れていました。やはり実力がついてくると、価値のある場所を狙います。まあ、ロシア側は進攻する力は弱くなってしまい、弾薬の、そして装備も消耗されます。次です。4。イギリスはこれからウクライナに対して M270 というものですね、3台供与すると発表されました。 ま、弾薬は大量だというふうに表現されていますが、すべて正確に狙う砲弾ではあります。M270 があってですね、今開発されたのはハイマスです。イギリスでは、ウクラナはですね、ソ連の時代の武器と売バ買イバイです。さようならです。これから現代的な武器、装備を手に入れます。この武器はですね、砲弾ですが、80キロ以内に 正確に狙うことはできる砲弾は供与されます。ただし、300キロの砲弾、ある意味、ミニ弾道ミサイルの発射もできるんですよ。ただし、これは弾薬ですね。砲弾は供与されるでしょうかと私は思いますが、でも発表はないですね。次です。5。米国は発表しました。ロシアはこの2日間ですね、2回アラスカ防空識別圏に入ってきました。 ただし、アメリカとカナダの領空には入ってきませんでした、まあ。ロシア側の偵察機ではありますので、米軍は F-22 を飛ばして、止めにいたんですね。次です。6. 中国の電気自動車、小本ですね、P7 という自動車ありますので、パッと見てテスラに似ています。自動運転の状態で、ネーハの国道で走っていました。 時速80キロのスピードで前に止まっている自動車に突っ込みましたね。突っ込んでいました。その自動車は警察官に止められて、まあ、そういう事務処理ですね。多分罰金ですね。処理をされていたときに突っ込まれて、警察官は一人犠牲となったんですよ。まあ、中国の自動運転システムですが、テスラ自動車とほぼ同じなんです。ミニ波レーダーを使っていますが、 でも今の問題点ですね。前のものが止まっているとですね、認識できないんですよ。少し動くといいんですね。テスラ自動車のブレーキは効かないっていう話はよく聞きますが、まあ、これは原因なんですよ。前のものが動かないと大変ですね。動けばいいんですよ。まあ、それが弱点と言われていますけれども、まあ、これはどうなんでしょうかこれから改善するでしょうかと思いますが、本来であれば、これは 報道しないんですよ中国ではテスラのブレーキの話は一切あんまり触れないんですね。そして中国の電気自動車のブレーキのことは一切あんまり触れないんですね。しかし今回はやはり警察官っていうものがあってですね、ことがあって犠牲者が出ましたので、警察官ですし、やはり報道はしてあります。中国ではそういう電気自動車ですね、確かにあの進化あるいは発展してきました。 なぜならミッションとかエンジンですね、やはり日本とかドイツとか、まあ、外国にはですね、負けてしまうんですよ。なので、電気自動車で勝負するしかないんですね。ただし、電気自動車となってくると、やはりシステムが大事ですので、そういうアピールでやっていますので、安全性とか強調していますが、ただし、今のところは安全とか言われても、あんまり安全ではないんですね。 対少のぶつかるだけでもあの火事になる可能性は高いんですよ。そして、まあ、そういう事故とか非常に多いんですね。なので、やはり伝統的なものは良いではないかというふうに思いますが。次です。今日のテーマです。習近平はバイデン大統領に言いました。まあ、現在戦う時期ではないですよと言っていました。まあ、これはですね、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道ではありますが、 習近平とバイデン大統領、7月28日、電話されました。習近平は電話しましたけれども、ペロシェさんの訪問についてやめてほしいです。止めてほしいです。とお願いをしました。我々は、米国に対して、まあ、挑発とか戦争するつもりはないですよ。と言っていました。お互いは平和と安全を守ることが大事ですよ。というふうに言っていました。 バイデンさんは言いましたが、米国にとっては中国は一つですよと、でも米国の議会はですね、バイデンの政権と関係ないです、そういうふうに説明されていました。報道では、習近平は外交の活動をして、軍事的な脅迫もして、結果は議長さんですね、台湾への訪問はしましたし、習近平にとっては台湾を 統一することは当たり前であって、中華民族の一員ですので、中国は中華民族の代表であって、台湾ではないですよというふうに主張されています。しかし、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道ですが、まあ、中国の演技ですね、ばれてしまいました。まあ、これはまたばれたと言っていいでしょうかと思いますが、この2日間ですが、 中国の演習あるいは演技について私は報道しませんでした。原因としては私にとってはもう終わりました。中国政府は脅迫するあるいは強い姿勢を見せたり強い発言葉をです、ね、発信されたり効果はないんですよ。最初から中国の全ての行動は演技でした。戦う気はないんですよ。これは外交戦だと言えます。 そして事前にバイデンさんに対して自分の考えを発信しましたし、バイデンさんに弱気を言って言いながら中国では戦闘機を派遣して着陸させないとか、まだ攻撃するとか、そういう発信は全て嘘でした。習近平にとっては自分の速度が大事です。議長さんは台湾から離れました。訪問が終わって。その後、 中国軍は演技をし始めていました。米国との付き合いを遮断すると言っていましたし、特に気候の議題において我々はもう協力しませんと発表しましたし、そして中国軍と米軍の連絡のルートも遮断しました。あれはすべての行動はですね、演技でした。台湾海峡での軍事演習は本物であり本気ですよと見せるためではありますので、 でも行動は実に優しいんですね。でもやることはもうやってしまったんですよ。特に日本の EEZ 水域に向けてミサイルを発射しましたし、実はですね、あれは弾薬はついていませんでした。あの、あまり良くない表現かもしれませんが、海にドラム缶をですね、空のドラム缶を捨てたっていうようなことではありますので、でも発射はしました。 これで G7 諸国、世界の先進国はみんな批判するようになってきました。習近平はですね、議長さんの訪問の直前ですね、バイデンさんに対して電話をして、そういうリスクは実にあるんですよ。中国の国内のピンクちゃんですね、あの、自称愛国者ですが、あるいは習近平のファンですね、党内にもそうですが、不満の声はあるんですよ。ピンクちゃんにとっては、 台湾の統一を期待されているんですよ。なぜなら、台湾は中国の一つとなって、我々は台湾に行って働けるんですよ。台湾の生活のレベルはやはり高いんですよ。それはみんな分かっているんですね。なので、行きたいんです。まあ、これを見て、あの考えて皆さんは多分、あれとか思うかもしれませんが、中国のピンク州のレベルはこれぐらいなんですよ。あの外国に行って働くのが基本ですね。 そして、党内ならですね、経査の悪化もあって、ゼロ感染者の政策で、やはり不満の声は大きいんですよ。これで、習近平は強い姿勢を見せないといけないっていう風になってきました。ただし、強い姿勢を披露してしまうと、やはり事前に米国に報告することですね。これから演技するから、誤解しないでくださいねと言っていました。電話で、バイデンさんは、 米国の政治体制を説明してくれました。まあ、行政、司法、ト立法はみんな別々のものではありますので、みんな独立されていますし、自分は確かに大統領ではあります。でも、他の部署への干渉はできませんと。また、以前、議長さんの訪問もありましたし、気にしないでくださいと言ったらしいんですよ。でも、習近平は言いました。そうすると、演技だけさせてくださいと。 これからですね、我々は2人、直接の会談を期待すると言っていました。もし、習近平が即答となって、バイデンさんと会談、認め、直接会談して、習近平の地位は強化されるでしょうと私は思いますね。でも、矛盾していますが、習近平はですね、バイデンさんに本音を言いました。やはり我々は戦う気はないですよ。挑発する気もないですよと言っていました。 でも国内では、まあ、台湾の統一、あるいは習近平のファンたちは納得しないんですよ。まあ、そうすると習近平は国内に向けて演技をし始めていました。でも中国のメディアはやはり協力しました。強い訓練の CG を報道しましたけれども。でも問題があります。このウォール・ストリート・ジャーナルにはですね、この内容を発信されました。影響は大きいと思います。 まあ習近平のメンツはまだ潰れてしまうんですよね。まあ、どうしてウォール・ストリート・ジャーナルはこの情報をしたでしょうかと。バイデンさんが情報を提供しました。どうして習近平さんとの電話内容を公開したでしょうかと。これは本来は機密の内話、まあ会話であって、この情報は発信されて誰でも想像できますが、習近平は大変ですよね。そして国内のピンクちゃんはまだ 食欲がなくなってしまうんですよ。夜もく寝れなくなってしまうんですよ。自分の信じてきた英雄、習近平さんですね。大変です。やはり、ここ,こまで弱いのかと思ってくるんですよね、まあ。習近平と中国政府の心配ですね、まあ。これから世界の主要国、みんな台湾に行って訪問してしまうと、自分らの立場ですね、なくなってしまうんですよ。台湾は中華民国です。 中間民国が登場することになってしまうんですね。これは大変です。そうするとですね、力いっぱい出して演技をし始めていました。まあ、当然ですが、国内においてピンクちゃんに対して自分ら強い姿勢を見せないといけませんので、まあ、結果としては3日間の演習はしました。でも終わりませんでした。延期しました。延期して、とりあえず3日間でしたが、 でもまだ終わりませんでした。これから正常化にするねと宣言されました。つまり、台湾の周辺でパトロールを強化すると言っていました。もしですね、これをやってしまうと、台湾海峡の安定と平和は絶対影響されてしまいます。なぜなら、台湾海峡を通行する貨物船は本当に多いんですよ。日本も多いんですね。上空も同じであって、 多くのの旅客機は飛んでで。いますので中国を延期している間ですね、一部の貨物船はルートを変更しました。まあ、そうするとコストですね、高くなってしまうんですよ。台湾海峡を通過しないとですね、ルートは絶対長くなってしまうんです。そうすると運賃は上昇します。日にちもかかってしまいます。8月11日、中国側は戦闘機を派遣して、 台湾の識別区域に入りました。ただし、領空には入っていません。このようなことをやってしまうとですね、ダメですよ。台湾海峡というのはですね、みんな通行のルートです。中国だけのルートではないので、そしてこのような行動をすると、みんなにとっては迷惑ですね。そして日本と米国の主張としては、 自由の通行が大事であって、安全、安定の環境が大事ですよと主張されていますので。つまり、バイデンさんは習近平に対して警告はしました。正常化のパトロールはやめなさいと言っていました。演技はある程度はいいんですが、ある程度まではいいんですよと、その度を超えてしまうとダメですよという意味です。習近平、あるいは 中国軍の演技についてですが、まとめると失敗でしたね。台湾は最初から今でも普通です。みんな怖がっていませんし、そして逆に台湾の方はあの台湾軍ですね、対抗して軍事演習をしましたし、また国際社会はそういう台湾に対して支持をするようになってきました。みんな台湾を支持すると。そして世界が 台湾に対して目を向けました。まあ、台湾海峡はダメですよねと、戦争あってはいけませんよねとみんな思ってきました。そして、台湾の方は、まあ、認識してきましたし、みんな中国政府に対してやはり悪いイメージを持つようになってきました。今までですね、やはり一部はあの中国のことは愛する、中国の方が魅力あるという方はやはりいます、多くはないですが、います でも今回は厳しいですね。そしてみんなですね、絶対に自分の領土を守りますと決めたでしょうと私は思います。そして一番大事なのは、中国軍の実力はですね、これでばれてしまったんですよ。まあ、ロシアはですね、ずっと軍事の大国ですね、そして戦車の国と言われていましたので、しかしロシアの,あの,そのウクライナ侵攻で、 実力はですね、バレてしまったんですよ。大変ですので。中国はですね、現在、台湾を統一することはやはりできませんので、その実力はないんですよ。そして、くじ先だけですね。そういうふうにあの、もうバレました。なので、これから中国の立場ですね、ますます悪くなっていくというふうに思います。これから台湾、あるいは台湾というのは中間民国ですね。 中華民国の政府はこれから登場するではないかというふうに思います。できれば世界の先進国ですね、みんな台湾への訪問を期待したいと思います。この動画はここまで,でしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。